ぴょこたん箱のみ光るの自動書シリーズ。また、その主人公の名前である。その多くは、あかね書房から出版されている。1977年9月、謎謎遊び1おはようぴょこたんで、初登場。謎謎や、迷路などが大好きなうさぎの男の子ぴょこたんが日常、生活を送ってゆく中で様々な謎謎が出題される、というものだった。 その後、ピョコタンの頭の体操、シリーズとして謎々の、なぞなぞの迷路、間違い探し、パズル、絵探しと様々な頭の体操を取り扱うようになり、ストーリーも、仲間と日常生活を送るほか、異世界に冒険へ出かけたり、悪者と対決したりと滝に渡るようになった。おはようピョコタンは、ミリオンセラー。現在、赤根処房で、入手可能なものにはをつけた。 ぴょこたんの頭の体操全37冊であるが、現在、あかね書房で、購入可能なものは21冊のみ。謎謎遊び1おはようぴょこたん謎謎遊び2探偵、ぴょこたん謎謎遊び3冒険ぴょこたんぴょこたんの、数遊びぴょこたんの手品遊びぴょこたんの探偵遊び、ぴょこたんの言葉遊びゲームと遊び謎謎遊び4、ぴょこたんの日曜日謎謎遊び5おつかいぴょこたん、 クイズ遊び一票コタンの、迷路遊び一票コタンの、迷路遊び二票コタンの、迷路遊び三票コタンの、迷路遊び四票コタンの、パズル遊び一票コタンの、パズル遊び二票コタンの、なぞなぞサンタクロースピョコタンの、迷路遊び五票コタンの、なぞなぞ夏休みピョコタンの、なぞなぞ12試遊び一票コタンの、スポーツなぞなぞピョコタンの、なぞなぞ1年生ピョコタンの間違いへ探し一 ぴょこたんのおばけ迷路1ぴょこたんのおばけ迷路2ぴょこたんの迷路ランド1年生ぴょこたんのおばけ迷路3ぴょこたんの間違いへ探し2ぴょこたんの隠し遊び1ぴょこたんの間違いへ探し3ぴょこたんの大冒険迷路ぴょこたんの間違いへ探し1年生隠し迷路ぴょこたんとゴミラ迷路怪獣がやってきたぴょこたんと謎の宇宙人間違いへ探しぴょこたんの魔女 大イピョコタンの単行本、ピョコタンのジャンボ絵本、お出かけピョコタン、ピョコタンのゲーム絵本その他、整備堂出版のものは、整備堂出版編集部によって編集されたものである。ありがとうございます。